出て。どうで？調子は。なんでこの手は。調子良さそうやね。じゃあ。どれ？お、足も調子良さそうじゃない。ね。ちょっと待って、こんなとこからコンセントが出てくる。パッキンは？よう、このパッキンもどんなしかし。ほんでこれはもち米をどれぐらい貸すんですか、これは。一晩。人によって違うんだけど、早いやつは6時間以上貸したらええって言うけど、6時間では硬いな。あ、そう。これには6時間以上と書いてるけど。これ難しいな。綺麗なお米じゃ。あ、そう。これ真っ白でな。おお。よし。入れたな。これを入れて。よう、もっとんな、これ。もうほらけど、これな、ここがちびとるけん、もうあんまり寿命なくないと、もうこん中のこの出っ張りが。ああ、そうなん。お米入れたいけ。これへ。あ、これ、本が来た。あ、あいつ送ってくれた。頼んどったんだ。山本周五郎さんの方が好きなんだよ。時代物のな。時代物だ。うん。江戸時代の。そう。江戸時代好きな。うん。うまいな。赤ひげと青べかちを借りとんだけどな。で、あったらまた貸してっちゅうとったんじゃ。ほんと送ってくれ。あら。何帽子が入っとる？嘘。あら。帽子入れてくれた。あ、ほんまじゃ。これで見せてくれた。色が綺麗なんか。うん。あいほらちょっとかぶって見せなきゃんで。え？ええで。ロクソなこれ。あ。あ、もう裏地がついた。あ、これロクソやな。うん。へえー。あ、これええわ。これええわ。で？あ、これ最高や。うん。これええわ。洗い替えにな、この間も反抗してくれた。山本修吾
まあほな読みなよな。楽しそうな。ああ字もちょっとあれだけ読みやそうな。うま。うん。嬉しい。うん、俺だな。あ、入れた。うん。入れましたと。お米を入れたら。はい。ほんで次行こう。蒸す。すごいなこのボタン。あら。え？電気くん？え？電気くんだよ。うそ。あ、来た。ここ押しちゃったね。シャン押しちゃんだよ。イール押しちゃったね。もう頼ますよ、ほんまね。びっくりした。びっくりするわ、ほんま。お米返したのに、入れたのに。いや、まあしかし、これもありえるけんな。うん。いつもこれやって。奇妙だけんな。いや、ほんまな。頑張っとるよ、こいつも。はいはい、はい。びっくりするわ。ほんでもう 即座にあれか、つくこねるボタン押すってことか。切ってな。うん。これついたのを切って、ほんで。ジップ見て、ジップ。え、ジップ。であれ、こねるんが大変なのよ、ようけだったら。いけるのこれ。え？下に。うん。冷えた。あ、冷えたら取れるの。うん。うん。はい。これやばいぞ。漏れてるね。いやいや、もう。うん。これをつけて。やべえな。綺麗な向きでね。うまいわ。めちゃくちゃうまいわ。綺麗な。